もちろん現実的です。杉並点数防災協議会を作らせていきました。これは僕的にはやはり当然、震災の時に我々が救助の主体として動ける体制を作ると、もう一つはやはり長年杉並区にお世話になり、また区民にお世話になった恩返しをこの辺で少しやらなくちゃいけないんじゃないか。私2つのことを心配しております。一つは、まあ、最盛期年間120万戸と言われた民間の住宅建設が、ここ30年間ないほど落ち込んでいる民間部門の建設需要の激減であります。それともう一つは、私月曜日の代表質問で鳩山総理に質問をさせていただきましたが、胸を張って減らした 18.3% の公共工事、公共工事のこの経済の波及効果、これは1以上必ずあるわけです。100万円の工事をしたら120、30万円の事業波及効果がある、そういうものを削った。じゃあ削るならば必要なものは一体何なのか、まあ、こういう質問をさせていただきました。まあ、これから会員の皆さんはですね、ボランティアで何かと大変ではございますけれども、ぜひ皆さんと共にですね、我々住む町のことでございますので、共に頑張っていきたい。乾杯。